モコと申します。今日の動画の前にですね、昨日の YouTube ライブについて少し謝罪させていただきます。昨日ちょっと感情を抑えきれずに、途中泣き出してしまったり、あとゲームに対する誹謗中傷を繰り返して発言してしまったりということが、多々ありました。これについて間違いなく不快になられた方いらっしゃると思います。本当に申し訳ございませんでした。しばらく、ぷよぷよの YouTube ライブは控えようと思います。というのも自分が、分かっていても感情を抑えきれずにやっぱ思ったことを全部言ってしまうからです。はい、これからぷよぷよに関しては、裏で練習して、まあ、やってもいいっていうレベルになったらまたライブでやったりしていけたらなというふうに思っております。本当に申し訳ございませんでした。よし、じゃあちょっとシャドーバーについて喋っていくか。大方の予想通りヘクターがビショップクラスで新カードとして発表されました。能力の方がですね、7コス56ファンファーレで墓場が9万以上だったら、正規兵2体を出して他のフォロワー全てをプラス20短縮の前にして突進を付与させるっていう効果です。これまんまヘクターやんって思うんですけど、その正規兵っていうフォロワーが一応2コスの1、2スタッツで守護を持っているということで、まあもうやってることほとんどまあヘクターですね、ネクロの。はい、コストが7で56ってスタッツまんまヘクターだし、効果もほぼほぼヘクターなんですけど、だから要はこれ9枚以上やったら別にもう墓場を消耗するわけじゃないから、1枚も2枚も3枚も変わらんわけよね。だからもう3積みする以外ないっていう、はい、完全にネクロマンサーを裏切ったこの正規兵とか言って、なんかね、ちょっと一丁前になんかいい感じのダンディーなお茶になりよって、あの首なし騎士のね絵柄が良かったのにね。まあちょっと正直ね、いろいろ発表進化されてるんですけども、今回の診断については結構パワーが高めで、あとなんか個性のあるカードが多いように感じられます。でチラチラね、やっぱ絶血シリーズがちょいちょいまだ困難でも出てるみたいなんで、そこもね今後詳しく見ていきたいんですけども、まあ僕の方からも実は来週ちょっと大きな発表がありますので、まあシャドーバース動画がね嫌いな人多いと思うんですけれども、まあその好き嫌いせずに、正直俺はシャドーバース好きだから見てほしいと思ってます。はい、な感じで今日は、解禁されたオールスター2ピックを、やっていきます。これ今現在ルームマッチしかできないんで、ちょっとあのニコニコ生放送でルームマッチであの何戦かやったので、それをまとめた動画を皆さんに見てもらおうと思います。ではどうぞ。はい、今回はこのオールスター2ピックをやっていこうと思います。現在そのフレンドマッチ限定で行われていまして、これがまあ去年のね冬にもありましたけど、あのもうかつての人気カード全部もうピックできるみたいな、そんな感じの夢のようなオールスターゾルのピズピックなんで、正直クソ楽しみでした。はい、うわちょっと微妙だけど、悪の処刑人ってこいつクソ強いよね、確かね。こいつ2ピック先だったよな。光線時1枚ドローで、うわーハントワールムクロの冒涜半ばをネクロじゃなきゃ強いんだけどな。ちょっとこれね、このムクロノートハントルファイマーセットで来るあたりが俺を使えて、うわーヘクター来たよこれ。ヘクター当然ピックよ、そらもう。わしの祝福レッサーマミ強い。左も良かったけど、まあ、1枚あるし。ああ、純真。ワイトキンガー、でも負の嵐が AOE で普通に強いからな。で、このおばあちゃんもいいんだけど、どうしてもね、ドローソースの、ドローソーでも現状一応この悪夢の処刑人がいて、ワイトキングな、お前不死の代用から出てこなきゃ弱いからな。これ左取りましょう。うん、うわははバルタリーザ行くか。セレスも強いし。うわ、名画の導き手。うわ、シャドウリーパーもね、こいつ元2コスだったからね。1、2、指揮行使者、リーパー、リーパーみたいな。悪夢のような動き昔ありましたけど、ここは左ですからね。うわー、グリムニール、これはいい。こういうね、オールスター2ピックって結構、ピック偏りやすいんで、高コストに。こういう低コスト優秀なフォロワーをいっぱい集めておくのはいいこと。これもなー、ソウルコンバージョン、気候師となー、まあ、ソウルコン、これは右ちょっと行こっか。気候師強いけどね。て、これは、これマジでミスターシャドーバースじゃん。当然左行きます。モルディカバハムート。いやもう、ノータイムで。あ、これも除去札いい。いや、これ結構コントロール合戦できそうじゃね。レジェンディングファイター。最悪の仕様。オーディンも悪くねえなー。だ、呪われた忠誠がね、意外と強いし、この辺とも相性がいいし、って考えると、まあ、そうだな、中性。取ろっか。ここはもう現実的に。あ、フェリーもいい。リーパー、コンジュラも悪くないな。どうする？ここ、一回リーパー取ってみるか。いや、リーパー、このデッキそんなに強くない気がすんな。いや、ここはフェリーで行きましょう。おお
どれも優秀なんですけど、まあ、左ですかね。フィーナもね、クソ強いんだよ、このガード。ただ、こっちを左取る。ヘクター来い。うわー、ダークエンジェル、オリビエ。ツーピック最強。いや、めっちゃバランスいい。デッキになったんじゃないこれ。魔将軍ヘクターがいて、そのヘクターをしっかりこの名画の導きで出て回収して、で、終盤はもうムクロノ、バハムート、オリビエ、モルディガイ、なんでもいるっていう。これは、めちゃめちゃいいデッキ。ちゃんとしたまとまったデッキになった。なんかもう強いカードを入れま、ふんだんに入れたみたいなんじゃなくて、ちゃんとバランス取れたデッキになったわ、これ。はい、じゃあ対戦よろしくお願いします。相手名前がもう手札事故の聞こし、しかもなんかネグロミラーか。このルールだと何が強いんだろうね。ああ、いや、強い。不死者だけキープで、とりあえず。うわあ。いや、いいね。もう、ミスターバハムート。これを、バチコレぶち込んでやる。いや、これいい感じのメンコバトルできそうだな、マジで。で、モルディカイ出して、モルディカイ残って、フェリーでもう OTK みたいな。おー、いいね。問題よくないか。ファントムハウルからのムクロの王。だって高校はやっぱりおばあちゃんに進化聞いたよ。うん、なるほど、ダークコンジュラーか。ここでヨルメク不死者は、あー、いいね。じゃあここは沈黙の従者から入りましょうか。うん。ここはまず22出していこう。こいつね、スパルトイトイソルジャー、これは強い。これどうしよう。あー、中性も悪くねえな。ね、あのね、よろめく不死者でいっちゃうと、まあ出すんですけど、よろめく不死者は。まあ、ソルコン打っていいんかな。なんか打ってよさげ。これ打とう。左。ナイス。じゃあこれは取りましょう。で、ヘクターも引けた。ジャコンのリュースも引けた。名画の導き手があれば、ヘクター使い回せるっていう。まあもちろんバハムートでもいいし。ちょっとこれ高校4ターン目が弱いな。割と低コストを多めにピックしたはずだけど、あんまり引けてない。あー、4パスか。まあこれは結局進化で踏まれるからって意味。これは俺もパスかな。まさかのお互いが4パスするっていう立ち上がり。んー、なんでこんな。あ、でもそっちのケルベルスね。よかったよかったよかった。そっちの方ね。てっきりさ、コストもさ、スタッツ同じだからさ、あの、チートな方かと思ったけど。ダークコンジャー進化で、盤面取るしかねえか。なんならこれフェリムを出した方がいいかもな。フェリム出そう。うん。ここまで来ると。ジャコンの流出で、まあ、ネクロマス貯めてからヘクターって形が一番いいかも。いやでもこの仕様は頑張れば取れるんじゃない？いや取れないな。耳で、これ4人も抑えられるから。耳で取ってくるでしょ、これ多分。取りますよね。うわぁ、強い。え、強い。いや、神トップこれ。クソ神トップこれ。で、リッチで、復活しないようにさらに上から抑えていく。で、次からはヘクターも起動できると。ただ次ヘクターは正直打ちたくなくて、本音を言うと。まあ、場合によってはやむを得ないですけどね。ただ俺としてはもうアクション7ため何か踏ん張るアクション取ってから、ジャコンの流出絡めてから、ヘクターっていけたら理想かな。重心の盾。これちなみに次3落ちしますからね。なんかニュートラルにこれっぽい、これに類似して、うわっ、ニュートラルにあれっぽい、なんか、ドローソース来ないと、きつくね、シャドーバース。骨の気候しか、だったらもう行く？もうヘクター投げるか。だってここヘクター以外の行動弱すぎるもんな。まあ。逆手の理論で、ヘクターからのジャコンでも全然強いからね。
1体落ちればこれエンハンス発動するし、で、デッドロード強えな。それで誰かがラストワードを持つと、ラストワード骨を出すみたいな。いやでもこれだったらジャコンの流出で抑えていこうかな。うん、あー、悪夢の処刑人もいいけど、まあ、ここはまずジャコンで、なんかもうこことばかりにこのムクロノオーガ自己主張してるけど、さすがにこれは出せない。でこれは進化切らずでいいと思います。ヘクター来たら怖いけどね。ヘクター切って取られるけど、まあ結局ここで進化が切る意味はあんま薄いね。盤面でもう兄さんに対しては有利取れてるから、進化なるべく温存していきたい。でムクロノートがバフと出す危険の援護で、ここ盤面取ってラストワード付与。グレモリーか、いいカード持ってる。盤面取った後は買おうか。で、ドローを供給していくと。ギルネリーゼももうぶちこり引き当てていく。これは悪夢の処刑人。で、一応ドローイング見ましょうか。で、どれがあれ持ったラストワード。こいつか。足の祝福ナイス。まあ取るに越したことはないですね。取りましょう。で骨を少しかぶせて次のギルネリーゼに備えていく。ただ向こうが先行なんだよな。あと3面残ったのもちょっと怖い。ジャコンとかヘクターとかでいきなりバフかける。あーゾンパいやもうこれ行くしかねえかこれ。ああ、この光線強いっすね。骨が出てくる。ああ、闇の従者。え、これお前もうお前もう行くやろ。いやもうそれ以外がないもんな。行くっしょ。仮に返されてもこっちもまだ除去できるし、いやこれ行くっしょ。ミスターシャドーバース、お供の骨も出て、いや2ピックでバハムートを出せる日がまた来るとはな。そのカムラマジクソ強え。あーどうしよう。あーあの嵐悪くねえな。でもこれ回復されるのはもうしゃあないよ。結局何やってもか、あのバーが取られちゃうから、これはもうこういう取り方をする以外の択がない。バーがまあ取られて、一旦死の祝福か。一旦祝福おばあちゃんで行こう。いやちょっとこれ大丈夫かな。ここで大型出されたら俺きついんだけど。相手結構さっきのカムラ迷いなしで置いてきたから。そうか、カムラも強かったよなマジで。2ピックのネクロ。あー沈黙の従者下げられていく。でもこの横並び展開できれば、あとギルネリーゼでパンチして、わー、ここお前おったな、そんなの。ムクロノオのコストが下がっていく。スケルトンファイター、これはネクロマンス H になっていく。これも強かった。中性で処理。あー、でもこれ相手か、だいぶ処理に困っ。え？これはまあギルネリーゼ負の嵐でいいかなっていう気がするけど、どうだろう。もう思い切ってバフかけちゃっていいよな。
ねえぜ、行きます。負の嵐を温存するなら、ただここは正直確定処理の方が残しておきたいんで、ここは嵐で打って3-1で取って8点買おう。でまあ5ドローしちゃうけど、デッキあとそうなっても5枚残るから、まあ多分5枚残ればさすがにもうセレス強い、5枚残れば多分勝てると思うんだよな、トップで。そっちのお前、そっちより絶対もう1個の方が強いよねこれ。あ、てかこれ勝ちっすか。いや、セレスで回復するから、いや、ハウルで勝ちだ。サバンメンルイサル免れたが、おお。じゃあオリビエで進化で勝ちで。ありがとうございました。いやー、そこのヘクター思い切って出してよかったな。よし、お、ソルトンさん、え、まさかのソルト選手だったりする、これなわけねえか。さあ、どうしよっかな。エルフロイヤルでもさ、2ピックのロイヤルってクソ強いんじゃないの。2ピックっていうか、このルールのロイヤルって言うてロイヤル、うわー、セージコマンダーローラン、とんでもない盤面バトルできそうじゃねえ。あ、これは一旦左取ろう。うん、右も良かったけどね。うわ、マゼルベインはグリーム旋風陣微妙だね。いや、マゼルこれ行っちゃうか。これ行こっか、マゼル。ちょっと勇気出してクイブレ、うわ、海底都市乙姫、しかもこれプレミアのやつじゃん。乙姫政治コマンダー行く、これ。ちょっとロッコスト隊がもう早くもクソ溢れて、これも右が強いで、右ね、ロッコストどんだけ魅力的なんですか、ほんと一体。まあ、除去札取りましょう、ここは。スカイフォートレスもね、いいよ。アーサー、若き女カリウドモモ。いや、でもこれは、アーサーはねえだろ。扇風陣打ち込みたいやつ結構いるんじゃねっていう。うん、扇風陣ありだよ。全処理いけっから、うわーこれどっちもクソみてえに魅力的。ただちょっとデッキバランス考えたらこっちかな。いや、今のはちょっとわかんないですね。有識者の方教えてほしい。ファングスレイヤー強いけど巨人殺しの剣士が、でもこのルール限定で強いのか。でかいの立ちやすいもんな。ただここは右でしょ。ここガウェインプリツランサー。今のところ多分、被りなしっすよね。これマゼル 100% 起動じゃん。で、これはもう俺絶対、まずグリームにいるか。でも、やっぱゼウス欲しくないっすか、皆さん。あのゼウスもう一度見たいでしょ、みんな。あー、モニカもいいな。多面取るならモニカか。多面取りのモニカでいこう。クイブレとあいつも強いけどな。あ、ギルネリーゼ、セリア。あー、これでもメイドリーダーの確定も強いし、逆境への対処が横並びに強いってのもあって、まあセリアは正直腐らないんですよね。いやー、これセリア、でもね、俺のデッキにはね、ギルネリーゼいらない。政治コマンダーがいるから。で、メイドリーダーでサーチする動きも強いと思うんで、これは右行こう。バランス考えたら右。ゼータもいいけど、三夏のあれが被るっていうのと、あと、ダークエンジェルオリビエルは、もう本当にお互い盤面ガスとなった時に、もう明らかに強いんで、やっぱ、あと、オーレリア好きだったんで、僕。これ右取りたい。さあ、最後。うおー、最後俺どうしても被っちゃったけど、まあ、オクトリスが強いし、白黒ケットは優先的にこれピックできるんで、これちょっと左で行こう。いや、このロギアルデッキだいぶ強いっすよ。これ多分クソ強いよ。これ。かつてのダイエーホークスみたいな、ダイハード打線みたいな。いや、これロイヤルマジっす。あと、バウード来てもね、ローランの、デュランダルがこれ、うわー、これ、来たか、ドラゴン。そしてしっかり高校引いていく。これはもう白黒ケット来たら絶対ピックします。ピックっていうか残します。これ、ちょっとさ、これで残すか。もうガウェイン、乙姫行くわ。ガベベイン乙姫政治5万の決めるわ、もう。
カウェイン乙姫政治コマンダー行く。あ、白と黒と決闘引いた。けど、ここで決闘は、いらない。あ、コスト下げんだったら、開けてもよかったの。いや、まあいいや。これもう、バチコリ。いいね。これでもすみません、僕もう5ターン目まで予約いっぱいなんで、全部やること決まってるから俺。ここは盤面取って、あ、これ3パス。あいら、いいね。アセンディックナイティング。いや、マジ強いんだけど、この動きマジクソ強すぎやろ。画面いるなら開いてもよかったな、正直な。さあ、これゾーイをバチコリ打っていく。相手でも絶望すんじゃね、これ。5ターン目の乙姫、ぶわっこり開けるから。え？そこ顔取る意味がわかんない、マジで。教えてくれ。なんで顔いった？今、オクトレスで、あ、てか、オクトレスでパクンのマリだったか。いや、大丈夫。どうせお前に PP アップぐらいくれてやるよ。こっちは PP をアップさせるんじゃなくて、コストを下げるっていうやり方をするから。いやもう勝ったっしょ。あ、オールガーニア、あ、このオールガーニア強いな。5点でしたっけ、進化で手札捨てて。このオールガーディングもまあ強いのか。いやでも乙姫で上から食えんな。ただ怖いのはサラマンダブレス。まあでもね、今のロイヤルはね、昔とは違う。一回盤面を返されても、再構築いくらでもできるから、セリアとかで。いや、これはでも、むしろサラブラで返してみてほしい。うん。いや、むしろ返してこいって感じだよ。オールカのオールカ。で、オールカ進化で、これどう、1、2取るかな？ああ、まあさすがにってことか。なるほど。ブリッチングランサーいいね。ここで政治打ち込めたらマジ完璧だったんだけどな。いや、白黒決闘でマグナスも正直ありだと思ってるんですよ。ただ、ぶっちゃけ白黒決闘でマグナス打つのが一番いいプランだと思う。いや、でもここは俺は、一回準備する。あ、モニカいいね。で、ブリッツランサー。セリアで乙姫隊もガーって戻してっていうのもよかったかもしんない。まあ、ここ、ちょっと賛否分かれるな。で、結局ね、こいつらコース下がった意味があんまないんだよな、正直。全部エンハンスで打つからな。竜害打たれた。ちょっと動きとしてさっきのターン弱かったかな。あー、三奪の従者いい。え？これなんなら、モニカ進化で、こいつは進化で自分の場のフォロワーと同じ数だけだから、あーごめん、そっか、あ、ごめん、プレミした。今進化でよかったやん。いや、これもうサラマンダーブレスむしろ打って帳消してくれ。今の、今進化でよかった。なんで全部分かってたのに。いや、なんかむしろ AOE でプレミ、帳消ししてほしい。悔しい、今の。すいません、本当に。こういうのが良くない。これ、やばい。いや、でもさ、これさ、これやっちゃえばもう次で勝ちっしょ。勝ち勝ち。あ、でも相手 10PP か。いや、こんな都合よく持ってるわけねえもん。あ、盤面取ってきた。あー、でもそのリリースでこれね、
あれでもてか勝ちじゃない俺。スカホで1点足らない。いや違う、いや勝ってる、いや勝ってる、え勝ってる、勝ってる、はい勝ちました。いやースラーの方向出された時はどうなると思ったけどな。いやよかった、ありがとうございました。はい、続きましてポリゴンゼッティングさんです。よろしくお願いします。まあ、違うあれ使いたいよな。ビショップとかどう？ビショップ結構面白いと思うんだよね、このルールの。え、なんでいきなりレジェンド来ないの？あ、でも右、ちょっと待って、出だしが、サタンでしょ。陽光サタン。うわー、強いよ。左取りてえけど、俺ね、右みたいなカードの方が好きなんで、右行きます。セラフラピス、バルハラジェネラル。うわぁ、これ全部魅力的すぎる。何を選べばいいのかわからない、僕。左で。うわ、レフィーエ、もうマジチートだから。あー、でもこれは、ちょっと待てよ。アミュレットで行こっかな。アミュレットで攻めていくか、これ。レフィーエ、一回、スルーするわ。また会えると信じて。ジャンヌダルク、ちょ、このジャンヌダルクいいね。こいつなんだっけ、全部に2点で、いや、その、あとに全部プラス02か。ガルラも悪くないけど、これまあ右行ってみようかな。黄金都市ビショップってことで。あー、これなら一回右行ってもいいか。クレリックランサーとあの牙のやつも強いですけどね。取り替えのやつも強い。これ失踪美女じゃん、完全に。邪教のゴンゲ。いや、これ左で。邪教のゴンゲもともと僕のハムスターの名前でしたね。チェキババもありだな。こんだけアミュレットバコバコあったらさ、チェキババもありな気がするけど、どうだろう。それか壊れた、いやまあでも蹴られた聖杯もな、正直欲しいけど、まあ、正直サタンなんで、俺のデッキは。あと、重機が単純に強いから、やっぱ左、シャドーバスで。あー、これは左で。ルシフェルが実はそんな使いやすいカードじゃないっていうね。取り替えの人、ホワイトソナデッド。いやーこれもう、汚れた聖杯。汚れた聖杯なー。これ、感動弾なんぼ？オデットがそこまで強くないから、これも勇気取って右行くか。ヘブンリーナイト、ルリア。あー、いいんじゃねえか？ちょっと最後、抑えめでしたね。これなら、まあ、巫女の方取ってもいいんじゃないかなって思うので、あー、まあ、それか、まあ、取り替えの人でもいいけどなー。ちょっと、いや、巫女取ろう。うん。で、お願いします。もう、最初の手札だけはな、もう全力でもうフルマリガンして、高コスト、低コスト引きに行く。あと2ターン目、あ、先行いい。めっちゃいいですね、これ。2ターン目はもうパスします。え？え、神じゃね？神反応じゃね？これ。お、神。で、これ2ターン、え、これって2パスでいいんだよな。とにもかくにも黄金都市出してからですよね。はい。嘘以外口にしないと。チェキババもいいんだよな。多分、黄金都市でアミュレット使いまくっても多分チェキババの分余ってると思うから、相手2パスか。ってことは反動めっちゃ重いってことや、あれ。さあ、ここは慎重に上を、もう次のターンには出せるようにしておく。これね、コスト通り動くんだったら、ああ、まあ、一貫、いいな、いいな、いいな。重機と奉仕でいいや。ああ、ね、ちょっとやばい。でもこれロイ上から押さえる。上からロイ取って、ヘビにないともいい。これで、まあ、こうやってダイヤモンド。で、盤面取る。いや、この黄金都市、ビショップ、めっちゃ強えんじゃねえか。いや、失踪ビショップとか昔よくあったよな。で、次はホワイトダイヤモンドと、新馬裁判所。で、盤面取って。
6ターン目はオデット。7ターン目ナイト。8ターン目何か出して、チェキババア行って。最後サタン出して終わりよ。いや、2ピックにおけるサタンとか絶対強いからな。あー。なんなら今の環境でもマズルベインでたまに見るからね。いや、これなんか相手もハンド強そうだな。さてと、視点紙引いていくか。1に取って裁判所当てます。5-2に。うん、いや、この黄金都市マジで生きてる。これ別に盤面取られなくてもこれが次開けるから大丈夫でしょう。こいつは回復だっけ。全部を回復させるんだよな。これと対になってたのがホワイトスワン、なんだっけ、ブラックスワンオディエルだ。変化する魔術師2枚目か。これライトニングブラストでしっかり消されるな、封じ相手してるし。まあ1枚出して打たせるっていうのもありかもしんない。あ、二対の方の、おお、え、違うわ。あ、これ違う、変化する魔術師か。ごめん、なんか似てたからびっくりした。あいつかと思った。なんかブレブレ加えるやつかと思ったけど違うわ。もうバルハラジェネラルで抑えに行く。うん、この動きが一番強い。AOE で返されるのが、まあ相手としては強い動きか。どうだろうな、シンマもあるから。あー、ジルミトラいいカード持ってる。まあでも相手これで多分進化系全部使い放つでしょ。で、一面だけ残るっていう盤面なのかな、裁判所込みで。うん、上から上から下からで。あー、いいムーブだ。もう一残るか。一旦アミュレットでいなしてもいいと思う。うん、一旦アミュレットでいなす。ちなみにルリエから持ってこれるのってプロバハだけ。まあプロバハ打ってもいいのか、横並びされたら。ちょっとやばいな、それな。え、どうしようこれ。視点車置けないんですよ、ライブラ持ってるから。一旦ルリアか、トノにもかくにも。あ、オーディンになるんだ、なるほど。いや、ウロボロスの攻撃力が高すぎるな。これでも取らなきゃまずいし、まあこう上から押さえて余ったコストでヘブンリーナイトで上から取るか。どうだろう、これが一番丸いと思うんだけどな。チェキババはせめて4面空いてる盤面で打ちたいっすよね。うわー、これどうしよう。これ盤面ロックされてツアーの方向とか置かれるのが一番嫌だな。まあ、オーディンがあるとはいえ、
ロックになっちゃうから。いや、ここロックになっちゃうのまずいのか。え、でも仕方なかったよな。うわー、強い。これは何点出る ?6 点。ルリアは残っていく。汚れた聖杯。オーディンここで切んのか?オーディンここで切る?それかもう、でか、切らなきゃまずいっしょ、もう。だってこれ以上ダメージ受けらんないやろ。オーディンで。崖をスレイプにいる。ここが我らの戦場。なんかやっぱエフェクト早くなりましたね、消滅のあれが。え、これ起動するもしかしたなんでだよ、効果投げこれね、顔に打点くんのがマジでしんどいぞ。ただ来い、ガルラ。え、もうこれ視点し決めるしかない。我が槍を受けよ。いや、スケ聖杯だな。ごめん、66は無視できない。これはこう言って聖杯でガルラをもう使っちゃえば次のターンには組んだよね。今もう使おっか。いや別に次使うで、いや、あのコストの関係で使えなくなる可能性あるから、これもう今使っちゃおう。で次サタンズカードを加えてギースの裁きが75% で引けるんで、あ、ごめん、ライブラ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 、でもライブラ出されたら、まあもう、視点値出すわ、もう。いや、打たせる、これに。まあでも、それならガルラ打つ必要なかった。くそ、ほんとなんで、たくそな俺なんでこんな、なんで僕こんなにカードゲームやたくそなんですか。まあ消されるわな。ただこれ実は4-3が残るっていうね。あ、そっか残んないんだ、それそっか。進化するのがやめてくれ、もう本当にもうそれ強すぎる、その亀さんマジで。亀さん使ってくるあたりマジで。ここでミスターベフムート、ごめんなさい、俺デッキ確認してなかったの。チェギババから愚神雷さん出ますよね、これ。これ、チェギババから愚神雷さん出ると思って俺これ打つわ。確か1枚で、しかも多分、アミュレット結構引っ張ったから出るはず。あ、出た。しかもなんならめっちゃ強い。なんならクソ強い、ここの。ただこれ6点だからもう、なんでも負けるんだよ、ジェネシスドラゴンでも。アジでも。思想だけはやめて、お願い。バハムートなら許してやる。いや、ここのチェキババ最強だった。聖杯割っただけじゃなくて、覚醒状況した上に必殺2体を携えるっていう。ただ、問題なのは死後が置けなかったってことだ。いやー、この感じだと持ってなそうなんだよな。いや、持ってないだ。持ってない。だったら次もアスタロートの宣告で勝ちなんだ。あ、たくさんから入った。オッケーオッケーオッケー。サムナー、オッケー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 。よし。ありがとうございます。サタン。何この並び。アスタロードで勝ちです。ありがとうございました。チェキババで決めていく。